今日は別府温泉の恩返しということで、猪俣副市長がはるばる九州大分別府市から別府温泉を運び今到着しました。ありがとうございます。今を去ること2年前ですよね。2年前の4月に熊本に大きな地震、大地震があって、その影響も別府に大きくありました。ゴールデンウィーク、多くのお客さんが減ってしまったと、そういう中で皆さん大変頑張られて、もうその年末には回復されたということであります。で、当時、お世話になった皆さんにこの別府の温泉を全国に配ろうというのが別府市さんの強い思いでございました。当時我々熱海市は別府市さんともう50年前から姉妹都市を結んでおりまして、何か別府市さんの助けることができないかということで、地震のあった年の11月だったと思いますけど、市民団ということで、私市長も含めて61人の市民の皆様が別府に泊まることが一番別府市の応援になるということで伺いました。今日その61年の皆様ですね、ここに集まってます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今日その恩返しということで、いや本当に来るとは思わなかったな。お湯が来ました。今日私も含めて61人の皆様も含めて別府の温泉を堪能したいと思います。今日は大変気候もよくですね、実は熱海今梅桜が満開なんですよ。猪俣副市長をはじめ今日スタッフの皆さんつなぎ来てる、今日私も同じつなぎを着て今上からこうハッピーしてますが、もし時間あればですね、熱海の梅桜も楽しんでもらえればと思います。皆さんを心から歓迎申し上げます。本当にありがとうございました。はい、50年来の大親友の熱海の皆さん、こんにちは。今日は別府の長野市長、現金事務所の長野市長、大変楽しみにしたんですけども、どうしても別府は離れない、予定入りまして、代わりにラッキーなことに、私の大好きな熱海に来ることができました。ありがとうございます。先ほど斉藤市長からお話があった通り、2年前、別府は熊本大地震で、基幹産業である観光が大打撃を受けました。11万人のキャンセル、10億円の、損害、この時に別府観光を支える人たちみんな下を向いていたんです。その時に一番最初に声をかけてくれたのが、大親友の熱海の皆さんでした。どんな声をかけてくれたか、熱海から別府の発信をしてくれるということで、ポスターを持ってこいとかパンフレットを持ってきてくれとかということで、観光に関わる方が本当に一生懸命別府をアピールしてくれました。心より感謝します。ありがとうございます。それから斉藤市長からお話しあった通り、11月には、61名の方が別府に来てくれて、これにも本当大変勇気づけられました。というように全国各地から熱海をはじめ全国各地から、皆さんからの、分身両面のサポートを受けて、今1年経って、別府は元の姿、さらにまた成長しようとしております。その恩返しをしたいと思って、今日本全国の、各県に温泉を運ばせて、いただいております。今日も別府から7万トンの温泉を持ってまいりました。ぜひここ温泉地熱海で、別府の温泉を楽しんでいただければと思うんですが、最初ちょっとお願いがあるんですけどね。でしょうか。7万トンの温泉、7トンの温泉持っていくとトラックが開くんです。はい、別府で熱海の温泉入りたいんですけど、いただいてよろしいでしょうか。もちろんです。いいとも。7トンの温泉の代わりに11トンの熱海の温泉を持って帰らせていただきます。あさって土曜日はなんと別府で熱海の湯と別府の湯、両方楽しめるような一日がありますので、
今熱海の観光に来られている方もこれから東京に帰らずに、ぜひ別府の方に向かっていただければと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速ではありますが、足湯に湯を入れていただきます。市長、副市長は準備をお願いいたします。成分が少ないということから体に